あれって初めからそのカルタの作品って多分僕も思わなかったし、監督も思わなかったし、その本質はやっぱりちょっとこう恋愛であったりとか葛藤であったりとか、なんかみんなで頑張るっていうようなこう泥臭い部分であるとかね、それがたまたまカルタっていう、なんだろうな、世界観にを利用して体現されているっていう、それがやっぱり受けた理由だと思うんですけどね。こちらが画面のレイアウトで、カメラワークで芝居の内容でセリフ、あとそれに尺ですね、時間、このカットに何秒要するかっていうこととかというものになります。これがレイアウトとして上がっていきます。でそのレイアウトを元にして原画というものになっていきます。もう泣きながら選手が負けた選手が、ねね、出てきたりとかするじゃないですか、ね、泣き崩れて、あれを見た瞬間にこの全てがカルタにこう置き換えられている世界人たちなんだなっていうのがすごく感じて、ちはやふるにおいてもその恋愛もそうだし頑張ってる要素もそうだし、全てがそのカルタで表現されている。だからカルタを面白く描けば全てがうまくいく作品だってすごく思って。